皆さんこんばんは、桃太郎です。今日はですね、イチジクの挿し木用のホギを作りたいと思います。今ね、時刻、日付なんですけども、10月24日土曜日の深夜2時28分になりました。なんでこんな時間になってしまったかっていうと、今回この撮影してる場所が自宅のキッチンになるんですけども、まあ家族がね、寝る前ですといろんな、物音が入ってしまって、集中して作業ができないので、家族が寝静まってから撮影を始めることにしました。で、今回なんですけれども、使用する品種はですね、この前動画でお話ししたこちらのカドタというものと、こちらのリサというね、名前の2種類です。それから、また別の動画でも話したんですけども、このね、オカツネという、まあ、一番ね、有名な剪定バサミのね、購入をしたので、こちらの切れ味の方もね、同時にレビューしていきたいなと思います。それではね、こちら開封していきます。はい。で、まずですね、ホギの方なんですけども、こちらのカドタはですね、このような感じで、だいたい20センチぐらいのものが3本、手元にあります。次にですね、こちらのリサなんですけども、まあ、25センチから30センチぐらいのものが、5本ございます。で、こういった風にね、先がついてるものと、途中から切り落としてるものっていうのがありますので、まあ、それぞれちょっと節の数をね、数えながら、ホギをね、作っていきたいと思います。それではですね、まずちょっとね、わかりやすいのが、こちらのね、リサの方だと思いますので、ちょっとこちらをね、水揚げして、ちょっとカットしていきたいと思います。で、今回はですね、まず、動画が長くなってしまうので、正しいね、ホギの作り方っていうものをね、一度お見せしようと思います。で、まず、イチジクにはね、枝に節があります。このようにね、見ていただくとわかるんですが、この今薄く茶色く見えてるとこですね、ここにはもともと葉っぱがね、生えていました。で、その上にね、ちっちゃくね、このくぼみが、くぼみというか、すいません。このちょっとね、黒く出ている部分があるんですけども、これがイチジクのね、つぼみ、これから葉っぱが出る場所になります。はい。それでですね、この節にね、新しく根っこが出る成分っていうのが集まっているので、ここをね、基準にして、挿し穂というか挿し木をね、作っていきます。で、この枝の場合はですね、節の数が、まず、ここが1、そしてここが2、で、ここが3、で、最後ね、ここに4というね、場所があるんですけども、ちょっと切り口をね、見てみますと、少しね、茶色くなってるんですね。ちょっとピントが合わないですかね。はい。見ていただくとわかるんですけども、ちょっと切り口がね、茶色くなっているので、このあたりで切ってみて、黄緑色であれば、ここの節もね、使おうと思います。はい。というわけなんで、まずですね、今回はでも、ちょっとこの節の間隔が近いので、上からね、切っていきたいと思います。で、上は、ちなみにね、こんなような色になってますので、少しね、茶色くなってますね。はい。というわけで、まず、上ね、二目残しにするんですけども、上は、だいたい2センチぐらいのところで、カットします。はい。すごくね、フレッシュな黄緑色してますね。はい。で、それから、ここから一目、そして二目、で、ここで3目目がありますね。で、ここなんですけども、今見ると、ここのね、目が、まあ、画面の方に向いてるわけなんですよね。で、これをちょっとくるっと90度回しますと、ここにそのね、節が来るわけなんですけども、このね、節から葉っぱっていうのはこういう風にね、出ていくので、このね、向きで、この目の近くですね、ここを、このようにですね、斜めにカットします。はい。わかりますかね？
ここがさっきの目なんですけれども、少しね、こういう向きでカットします。で、ここから発根しやすいので、後で、ここのね、表面を削ります。で、一目、二目っていう感じで、上がね、平らにカットして、これで一つね、ホギが出来上がります。はい。で、次にですね、で、こちらはちょっとまたね、別のものに使います。で、次ですね、こちらも、目が一目、そして二目、三目、これは三目しかないので、このね、上の部分がちょっとこれだと長いので、ここも、上からだいたい2センチぐらいのところでカットします。はい。で、こちらもね、切り口はね、まあ、グリーンのね、新鮮な色になってます。で、一目、二目目、そして、ここの、三目目がここにあるんですけども、まあ、これをね、くるっと90度回していただいて、で、こういう向きですね、カットしたいので、このね、目に対して、はい、こういう風に落とします。はい、で、これで2本目が完成です。はい。っていうね、感じで、他のね、ホギの方も準備していきます。はい。で、それからですね、こうやった先端のね、枝の部分なんですけども、これのね、処理の仕方については、今ね、下から作っていって、上の部分が余ったのがあるんですけども、私のね、経験上、このね、先端の部分が、かなりね、栄養を吸ってしまって、他のね、節から、葉っぱが出るのをね、妨げてしまうので、私はなんですけども、ここのね、先端は、こうやってね、落とします。で、それから、別のね、パターンですね。まだ、これ残ってるんですけども、かなりね、節が密にあるので、まあ、ここをね、1として考えたとしても、ここが2、3、4という形で、かなり近くてね、これだと、土に刺す部分がね、ほとんどなくなってしまうので、まあ実際ここがね、根っこが出る場所なんですけれども、まあ大体なんですけども、まあここら辺ぐらいまでね、土に刺したいので、ここでね、一目、ここで二目として、この上ですね、ここのあたりで、私なら、枝を切ります。はい。で、これで、一つね、苗が完成です。で、またですね、ここの先の部分も落とします。はい、こんな感じですね。で、これは、さっきも言ったんですけれども、短すぎてね、これだと土にちょっと直接刺す部分が少ないので、別のね、方法で、刺し木というか、芽出しの方法をやってみたいと思います。で、今日はね、とりあえず、まあ、バッテリーも少ないし、残りね、このカドタと、リサのね、残りも同じような要領でやって、挿し木のね、準備を行いたいと思います。今日はね、ここまでです。